太平洋戦争の激戦地となった硫黄島。ここで2万人以上の日本兵が戦死しました。その硫黄島の塹壕の中から1枚のイチョウの葉が見つかりました。このイチョウは昭和19年東京の武蔵村山から硫黄島に送られたものでした。厳しい軍の検閲を超え、家族の思いを伝えた一枚のイチョウの葉、その物語を掘り起こします。メールも電話もない時代に、遠く離れた地で戦う兵士と残された家族の唯一の連絡手段は軍事郵便と呼ばれるものでした。これらは戦地から日本の家族のもとに届いた手紙やはがきです。軍が厳しく検閲を行っていました。フィリピンのレイテ島で戦死した伊倉太郎さんは妹の雅子さんに手紙を出しています。空襲で焼け焦げて読めなくなった手紙にはこう書いてありました。雅子へ、元気にしているか、雅子に雛人形を送るからな。場所を特定されることを避けるため、検閲によって雛の部分は墨で消されていました。なんか黒い墨で消されてて、なんて書いてあるのかなと思って読もうとしたら、その雛人形を送るからなっていうのが見えましてね、たった一通のね、大切な兄の最後の手紙でしたんで、もうこれを兄だと思って、焼け焦げたけど大事に大事にこれを持ってました。沖縄で戦死した富田美紀夫さんは息子の清さんに手紙を出しています。夜の空襲で電気を消して、真っ暗になっても泣くのではない、よく言うことを聞いて立派に大きくならなければいけません。富田美紀夫。そうですね、父親が出世したのが3歳だったので、ほとんど僕には記憶がないんですけど、はがきを見ると、父親がいかに戦地で家族のことを思っていたかということがね、よくわかりますよ。兵士と家族の連絡手段であった軍事郵便は無料で届けられていました。しかし検閲によって戦地の情報や自分がどこにいるのかなどを書けば、上から墨で黒く塗りつぶされました。また兵士たちは家族に対して弱音を吐くような文章は書かないよう厳しく管理されていました。軍事郵便について研究している専修大学教授新井克弘さんにお話を伺いました。その検閲があるにもかかわらず、言葉の端々にね、家族への熱い思いが読み取ることができます。またふるさとの方も、生きてるから手紙を送るわけで、命の頼りとよく言うんですけどね、ふるさとにとっても兵士たちにとってもその貴重なものだったと思います。今も多く残る軍事郵便、その中で硫黄島から戻ってきた手紙を大事に持っている人がいます。武蔵村山市在住の石井健二さんです。これが硫黄島から帰ってきた手紙なんですよ。石井健二さんの父親、石井耕作さんは大正5年、東京都北多摩郡村山村に石井家の長男として生まれました。そして昭和14年、親戚の紹介で百合子さんと結婚します。その1年後、2人の間に健二さんが生まれました。しかし戦況が悪化した昭和19年3月、耕作さんのもとに召集令状が届きます。健二さんがまだ3歳の時でした。
出征した耕作さんと残された家族は月に一二通の手紙を送り合いました。当たり前のようなこうさらっと書いてるようだけども、まあそれだけで手紙を送った、手紙が返ってきた、それだけでまあなんていうかな、その思いが深い思いが通じ合ってた、そんな気がするけどね。昭和19年8月27日、耕作さんに千葉県の木更津から硫黄島への出港命令が下りました。その夜、耕作さんは百合子さんに手紙を書いています。いよいよ私も8月30日に出港することになりました。覚悟の上に最後の決意を決めたときは何も言わん。百合子も賢治の成長に留意して夫人の本務を全うするよう、最後に我が家の幸福をお祈りいたします。8月27日夜、石井耕作。硫黄島へ向かう夫のために百合子さんは返信の手紙の中に、まだ幼い息子が拾ったイチョウの葉を同封します。家の周りのイチョウの木の葉も黄色くなってまいりました。賢治が拾い集めた木の葉を同封いたします。内地の香りを味わってくださいませ。お元気で、百合子。昭和20年3月26日、硫黄島陥落。2万人以上の日本兵が亡くなりました。耕作さんは生きて再び祖国の地を踏むことはありませんでした。終戦から35年経った昭和54年1月26日、妻の百合子さんのもとに厚生省から連絡がありました。それは硫黄島の遺骨収集団が耕作さんの遺品を見つけたという知らせでした。遺品が見つかったのは硫黄島の中央、地下壕の中でした。壕の出入り口は耕作さんの異能袋を含む5つの異能袋で塞がれていました。異能袋の中からは日用品、着替え、血染めのノートが見つかりました。そのノートから35年前に百合子さんが送ったイチョウの葉と手紙がそのままの状態で見つかりました。耕作さんは死ぬ直前まで家族からの手紙と息子が拾ったイチョウの葉を大切に持っていました。本当にこっちから送ったものを丁寧に丁寧にみんな取っといてくれたということが結果こういうふうにつながったんだろうと思うんだけどね。今でもね、こうやって見ると辛くなるわけだから、こういう人たちが戦争で亡くなっているわけですからね、まあ、いろんな意味で、まあ、戦争をやっちゃいけない。太平洋戦争の激戦地となった硫黄島。厳しい軍の検閲によってお互いの思いを素直に表現することができなかった時代。しかし武蔵村山から送られたこの一枚のイチョウの葉は、遠く硫黄島で戦う兵士にかけがえのない家族の思いを伝えました。